アレッサンドロ・ボルギはイタリアの俳優である。2018年公開の映画ス・ダミア・ペーリでダビッド・ディ・ドナテロ主演男優賞を受賞したローマ出身。ボクシングやフルコンタクトカラッテ等の格闘技の経験を活かして2005年から2007年にかけてチネチッタでスタントマンとして活躍し、その後テレビドラマに出演するようになる。2011年に フランチェスコ・ドミネドー監督作、シンクエで映画に初出演する。その後、2015年には、ステファノ・ソ・リーマ監督作、暗黒外で、ダビッド・ディ・ドナテド女演団優勝に、クラウディオ・カリガリ監督作、ノン・エッセレ・カティボで、ルカ・マリネッリと共に、同主演団優勝に、ノミネートされる。2017年には、フェルザン・オズペテク監督作、ナポリ、 ウレタ・ジョージで、同女演男優賞に、ノミネートされたほか、ダリダの電気映画である、リサーズ・エロス監督作、ダリダ甘いささやきにて、シンガーソングライターのルイ・ジ・テンコ役を演じる。また、同年、ベルリン国際映画祭にて、シューティングスター賞を受賞したほか、第74回ベネツィア国際映画祭のパドリーノを、務める。2017年より、暗黒街の前日短となる。 ネットフリックス制作のテレビドラマ、サブラ、暗黒街に出演し、第1シーズン、第2シーズンともに、映画版と同じくアウレイアーの役を演じている。2018年、アレッシュ・オクレモニーに監督作、スラミエア・ペリに出演し、ダビッド・ディドナテロ主演団優勝を受賞する。二千十九年、ローマ建国神話を題材としたマッテオ・ロベーレ、監督作、ザ・グレーテスト・キングに出演し、 レムス役を演じる。ありがとうございます。